では始めましょう。よろしくお願いします。お尻のねゴリゴリした骨が2つあると思うんですけど、座骨というその骨を真下に突き刺すようなイメージで座ります。では、上でも下でも結構です。もものあたりに置いて首と肩の力を抜いて軽く目を閉じましょう。まずは今の呼吸と体の状態を少し観察してみます。鼻から呼吸を吸って、口からゆっくり吐き出しましょう。鼻から吸って、口から細く長く吐き出します。少し日常と切り離して自分を見つめる時間をとっていきます。自分の呼吸に意識を向けましょう。一回下を向きましょう。息を吐きながら首の後ろを伸ばします。そのままゆっくり回していきましょう。右でも左でもどちらでも結構です。少し丁寧に首を回していきます。では一回手を組んで大きく伸びをします。息を吸って吸って吸って、ちょっともぞもぞ動きましょう。もぞもぞもぞ、気持ちよくもぞもぞ動きます。真ん中で止まって脱力しましょう。もう一回いきます。息を吸って上に伸びます。吐きながらゆっくり真横に倒れましょう。ついてる肘曲げたり少し遠くについたり自分で調整します。手を組んで吐きながら、よいしょ、背中を丸く丸めます。手を遠くに伸ばして、そこでもまたもぞもぞもぞと動かしましょう。背骨と肩甲骨を離すようなつもりで、肩の真下に手首を置いて腰幅に足を開きます。で、一旦この足をこうやってクロスさせましょう。で、下に置きます。その状態でこの腰でこう円を描くようにゆっくりぐるーっと円を描きます。キャット&カウというポーズです。吐きながら今度は背中を丸めましょう。手でしっかり床をプッシュして、これからしまっすぐ息でお尻を上に空の方を見上げます。吐きながら一度チャイルドポーズというポーズでお休みしましょう。お尻をかかとに乗せて、おでこ床につけちゃいます。ダウンドッグという、ね、ポーズをやってみたいんですけど、指を立てて、後ろの指を立てて、かかとをぐーっと下ろします。で、手の幅少し開いてもいいと思います。で、こう足踏みするとこの膝の後ろしっかり伸びると思いますが、膝曲がってても結構です。手の指しっかりパーに開いてぐーっと床を押しましょう。このポーズを呼吸と四つん這いと合わせてやっていきたいと思います。吸う息で四つん這いに戻って、吐く息でチャイルドポーズです。また吸う息で四つん這いから、吐く息で先ほどのダウンドッグのポーズ、この一連の流れを行っていきます。つま先をまっすぐ前に向けましょう。ねじりのポーズをいきたいんですが、右手を腰に当てて息を吐きながらこの足をたどっていって前屈をしていきます。で、上げた手はできるだけ空の方に向かっておきましょう。腰に手を当てて吐きながら下に下に潜っていきます。吐き切ったらまた吸いながら起き上がっていきましょう。吸い切った時に大の字でつま先を外に向けて、ちょっと四股を踏むように膝を開いて、この内ももを伸ばします。ちょっと肩も入れてみましょう。吸いながら戻って、吐きながら反対です。膝と肘と肘を持ってだらーんと脱力しましょう。足を前に投げ出して、ゆっくり寝そべったら両膝をかかって、
ミートタコスと焼き鳥ティーヤとスパイシーチキンカレーとゴロゴロイチゴでお願いします。マンゴーのかき氷1個 と、焼きトルティーヤでソースをサルサチーズにして、はい、あとミートタコスを1個 と、あとスパイシーチキンディーカレー、はい、以上です。はい、これ台湾かき氷と、はい、これはスパイシーチキン、はい、ディーカレー、あとはこれはミートタコスと全部しちゃった方がいいけどすごい、うん、注文してるから、うん、さんたちありがとう、先に、うん、こんなかなか美味しいじゃん、うん、ね。ただシロップをかけたものと違って、大丈夫、親が3人並んでた、なんだろう、これなんだろう、何なの、あ、この皮トルティーヤ、うんうん、このカレー美味しいよ、うん、あのタケノコとかは誰が持ってきてくれてるんですか。もう食べちゃった。え、もう食べちゃったって。下茹でしたからいいですね、楽ですよね。そうそう、楽ですよね、うん、やってくれてると自分でやると結構大変だからな。たけのこご飯出ました、うん、美味しい、柔らかい、うん、あれ上手く